なんか先制リーチだったら打ちてもいいかなって感じでしたけど、おかげだったんでね。はい、現在トンの1曲が終了いたしましたので、これより有料放送に切り替えさせていただきます。この機会にチャンネル有料会員登録のご検討を皆さんもよろしくお願いします。うん、お願いします。はい、ではトンの2曲に移りました。親は、小川ですね。ドラは9ピン。さあ中川の手がいい。こちらシャーチャ白田の手配はちょっと端に寄っている。スピード感はなさそう。7,8,9 見えるけどって感じか。一旦自配切ってツモに聞こうって感じですね。はい、さあ小川の手配こちらドラの9ピンを引いてきた。こちらなんちゃ中川役配の初が統一。このドラの9ピンは手の中に留めます。うん、今の手なんかはねドラ引かない方がね、なんかスピード感がちょっと落ちた感じしますよね。うん、そうだね。なんかドラ引いちゃうとチートイスとかも見なきゃいけなくなっちゃいそうですよね。余計な1枚って感じがすごいするかな。はい、一応まあ4対1の状態なので、多分あれはめんできた。これで切るでしょう。ドラ切りますか。うん、さあここはドラ切っていった。ということはこの初は2枚目ポンですか。いや、泣かないは全然あるな。あ、なるほど。泣かないで面単品とか ね、 そうね。今現状6ブロックなんでね、数ワンジャン等で初もそう1枚引けばもう外していくんで、はい、一手進んだら外すんじゃない初以外は。なるほど。逆に三蔵数蔵ポンとかありますか。いや、なかなそうだけどね。あ、これでいいシャンテン。これ困るやつだね。手広いのは三蔵数蔵っていうのは手広いですけどね。打点的には初切りたいみたいな。うん、初が一枚、ね、これね三蔵数蔵だと初のポン点とかも多分視野に入っちゃうね。これしかも今の初切ったってことは三蔵数蔵ポン点も若干若干、うん。さあ現在4着目の親番、小川の親番となっております。いいペン3ピンを引いた。まあパースを打つかとメイパイトン切るか。はい、トンは1枚切りですかね。ここはトンちょっと先制取りたいですって思ってるかもしれないですね。中川この3ワン残しました。うん、3ワンはね2ワンとか引いてくると三蔵数層で2差しの3色を残しつつピンフをつけられる。はい、うん、しかも3腕ってそんなに危ない牌じゃないですよね、おそらく。そうだね。これウーワン引いたらどうするんだろう。ウーワン引いたらテンパイ取らないとかもありそうだな。はい、そうですね、結構デビルですもんね。テンパイを取ると、並びシャンポンのテンパイと、うん、あまりいい街ではないですもんね。うん、いいかどうかはちょっとね想像はねそんな悪くなさそうではあるんだけど、はい、それでも3と4なんでちょっとまだ分かりにくい。今リャンゾーが2枚、ウーソーが1枚見えてるんで、もう1枚ずつぐらい見えちゃうと取り、ね、りそうかなって感じですね。うん、イメージは。なんならリーチもありそう。なるほど。ね、逆に三蔵数層が良くなってるとね、うん、読むと。小川イーシャンテン。さあどうするかみたいので、うん、ウーワンを先に引いてほしい。3ワンか。3ワンが一番手広いですね。3色は消えちゃいますけど、まあ、順目的にはちょっと転廃効率を、うん。広げたいかなという順目にはなってきてますね。これでリャンウソ引いた時のジャント候補もできるということですか。そうだね、リャンウソ引いて、あ、ローワン切りましたね。即位手順を踏まなかったね。やっぱりちょっと2、3、4の3色まで見れるなら見たいと。それもそうだし、ローワンが3枚見えてるパーワンがちょっと魅力的なんじゃない。あ、なるほど。さあ親の側、なんちゃ中川がいいシャンテンです。白田もいいシャンテンですか。さあ何を引く。小川は早くリッチと言いたいですか。そうね、言われる前に先に言っときたいね。ああ、はい、そこで切るのか。アンパイを残しました。多分ニャンソーが5枚見えたんで、うん、あのもう三蔵数層のポンテンイメージが結構強くなったってことでしょうね。なるほど。これで7枚6枚目もう両面はしんどいともう嘘2枚しか残ってないんで。さあ両面に変化。ここは3枚を切ってジャントを固定。これ教科書に出てくる形ですよね。うん、カンパーピンとサブロピン。パーピンは一応2枚あるな。おっと白田、ここはチーして789の役をつけますか。これイーシャンテンじゃない。奈良原国士イーシャンテンですか。イーソー初なイーソー初何もなかったかな。
南比なのか。イーソー発か。はい。あ、ここで中川が天敗ウッパーワン。さすがにこれは強いか。さあ奈良原、先ほど1回戦のトンの1局でも積もりスワンコのリーチを打っております。イーソー2枚あるじゃん、ハツは1枚か。イーソー引いたらハツ全員から出るもんな。はい、まあ、今ちょっと逆でもハツ引いてもイーソー絶対出るしな。イーソー本当使えないですね、うん、さあ中川この3増を完するか。ウッパーワンがいいと思ってるんだったら完しそうではありますけど、さあ積もぎった、まあ、とはいえ1000点なんでね、うん、これは勝負手ではないと。うん、なんか関して2000点にしても、な乗って2000点とかになっても、まあ、めちゃくちゃ乗れで、あと連増が4枚見えてるんで3増が乗ることないんで、はい、なんかめちゃくちゃ打点アップするってこともないんで、なるほど、まあ、これはかわしてってことでしょうね。まあ親が泣いてないっていうのもあるかな。うん、さあコメントで指摘をいただきましたが、奈良原の国士イーソーが振り点らしいです。振り点、はい、本当だ、第1弾に来ている本当だ、なんということでしょう。このイーソーあったら初待ちだったってことですよね。これはカンパーピンチして1つのテンパイが取れた、違う待ち。そっか、じゃあ 初待ちもできてたってことですね。ちょっときついかな、ちょっと枚数少ないのかな。さあ中川いっぱい持っているスッチは、うん、1枚ですか。はい、うん、さあ小川のこの泣きってピンズの本位置とかに見えてますか。なんかちょっと3ピン嫌がってるように見えますか。まあ、ピンズが厚く見えてるんで、まあ、あんまり切り出しが本位置っぽくはないんですけど、自分がね1000点だからね。ああなるほど、なんか万が一染まってたのに当たったらバカらしいなということでやめましたね。はい、ここは数層を切りました。現在テンパイしてるのは小川だけ。これ初持ってきたらイーソーちょっと熱いな。熱いですね。そうですね、1打目のイーソー、うわ上がってた、上がってた、出ました。しかし3ピン短期のテンパイに戻ってきました。あーこれはフリテンのイーソー待ち。イーソーでも山にいる。イーソー1枚、2枚いるフリテンのイーソー。大丈夫、切っても当たらないよそのイーソー。はい、いやー奈良原ちょっと熱い。これイーソー積もって言われたら結構私だからすごいですよね。さあどうだ、1枚いる。うわそんなことある。振り点のイーソー積もった奈良原。北志無双8000、1万6000の積もりとなりました。これは、ま、えこれまたも小川親かぶりですよ。今日は苦しい。第1打目イーソーだぜ。いやこれ結構振り点の北志積もってるところ見たことあります。放送で、あんまり放送初めて見たかな。いや何をしてくる怪物奈良原。初めて見たな、うん、確かに。いやいやいや言われてなんもないっすよね。はい、たまったもんじゃない。いやこれもうもう他の人キーですよ。でも今言いそう問いましたしね。はい、明確に振り手ならなんか気づかれますよね。もうなんか、まあ、でもなんか山にはいそうだったからね。はい、まあ、テンパイは取る、あなた取るのはまあまあ取るでしょうけど。麻雀スリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。